おはよう。タカヒロ。昨日リニアの嬢ちゃんが来て、目の調子が悪いから見てくれって言うからよ。別に異常はなかったんだが、何かあったのか？それならいいんだが。は？鈴木？いたのか。初めて見る顔だな。新人か？よろしくな。なんて名前だっけな。おお、鈴木の嬢ちゃんだな。よろしく。じゃあリニアの嬢ちゃんに異常ねえって高広からも言っておいてくれ。その方が安心するだろう。じゃあな。鈴木ちゃんの存在が
気迫になってきてるのね。これは私にもどうにもならない。鈴木ちゃんの存在が消えてしまうのは明日なのか、次の瞬間なのか。でも記憶からも消えてしまうから、悲しみもすぐに消える。ヒロがいてくれればいい。雑巾がけ。わかった。所長、仕事中に居眠りとは何事でちゅか。ええ、ぐっすりと。こちらにサインをいただけまちゅか。
所長、今日は12月3日じゃなくて12月24日でちゅよ。まだ寝てるのでちゅか。これで午前中分の仕事は終わりました。ご自由になっちゃってくだちゃい。所長、納品受領書のサインをお願いしまちゅ。はい、失礼しまちゅ。ご苦労様でちゅ。ところで所長、今日は何かあったのでちゅか。そうでちゅか。今日は一日中眉を潜めていたので、何か嫌なことでもあったのかと思いました。したか。では失礼しまちゅ。おやすみなちゃいまち。
所長？さっきからいましたよ。ぼーっとしてどうしたのでちゅか？しっかりしてくだちゃいね。ご苦労様でちゅ。